サッカーのアジアチャンピオンズリーグ、ホームアンドアウェーで行われる準決勝の第一戦。7年ぶりの決勝進出を狙うガンバは、アウェーで中国の広州恒大と対戦。ガンバは前の試合で長谷川監督が退席処分を受け、スタンドで見つめる中、前半の12分、青のユニフォームのガンバ、右からのボールにパトリックが競り合って、相手ディフェンダーのこれオウンゴールでゴンさん先制に成功しました。そうですね、気迫と迫力を持ってゴール前に行けばね、ゴールに向かえば何かも起きるということですよね。そういうことですね、はい、まずは先手を取りましたガンバ。ところがこの後防戦一方となったガンバは前半の35分、これうまかった技ありのシュートでゴールを奪われて同点に追いつかれます。さらに後半逆転を許し惜しくも敗れたガンバ、第2戦のホームに全てをかけます。